吉兆は、大阪市に本拠がある日本料理,料理の料亭である。なお、蝶の屋号で店舗を運営する4社と、関連法人をまとめて、蝶グループと称する。基地の正確な表記は、U プラス 20BB7、ど20のもとに、口、土吉である。創業者、幸き一は、神戸の料理屋、中原町の息子であったが家を出て、 1930年11月21日、大阪市西区新町にて、お大茶所長を開業した。長とは、西宮神社や今宮恵比寿神社などで、毎年1月10日を挟んで、前後3日間に行われる10日恵比寿に授与される、福笹につける、小宝のことで、また福笹自体も、長笹と呼ばれており、天名はそれに由来する。定一とのあった大水により、 縁起を担いで付けられた。当初は、木、京というルビが振られていたが、お客が、吉張と読んだために、吉張となった。間口一軒二分五輪、奥行き六軒の狭いごく小さな店舗ながら、料理の良さはもちろん、店のらえも、食器の類もシャレた、少量理店であった。開店日には一人も客が入らなかったという逸話も、あり、そこから、現在の蝶を築いた背景には、 雪の才能があったと言われる。やがて船場の旦那州、上村松園や白井半七、高畑誠一、美術賞、小島かすけらひいきの客もついて繁盛し、店が手狭になってきて、1937年11月に、旧南区、島の内の畳屋町の新店舗、間口3軒、奥行き30軒2店、1939年12月には、 株式会社化している。戦時中も、町は大阪府知事、河原高吉の計らいで特別に営業を続けられたが、大阪大空襲で畳屋町の店舗が道具類もろとも全焼してまう。被災後は、芦屋の自宅で芦屋町を開店。戦後の1946年2月3日に、大阪平屋町店を開店。1948年2月、京都佐賀店を開店。 小島加助の元別邸。翌1949年4月に小島加助の店舗兼本邸を購入して現在、大阪市にある高麗橋本店を開く。関西の茶人、財界人の引き立てを受けて、名声を高め、来藩する内外の洋人をもてなすのに欠かせない、高級料亭となる。定一には、茶会席に関する著述が多いが、1969年には、暮らしの手帳に、 花森康次のインタビューによる蝶釣れずれ話なしの連載が始まり、蝶の名前が一般にも浸透する契機となる。1979年、1986年、1993年の東京サミットで他の有名料亭を差し置いて日本料理担当に選ばれたことで世界的に知られる存在となった。1988年には創業者の茶道具コレクションを収めた。 雪美術館を設立。大阪、京都、神戸、東京などで多店舗展開を進め、1991年、創業者の定一の息子や料理人である娘婿たちを乗れんわけの形で独立させて、超グループとしてグループ会社制に移行。長男のゆきとしおが、本町、長女の婿、雪明二郎が、東京町、次女の婿、徳岡幸二が、京都町。 三女の婿、ゆきまさのりが船場町、四女の婿、ゆきよしかずが神戸町を継承した。1997年、創業者のゆき定一成居。日本料理には、宮廷料理の系統である、夕食料理、大名の宴会料理である、本膳料理、江戸時代に町人の宴会料理として確立した、懐石料理などがある。町の料理は、献立や、建具や。 調度品などを一期一へその場の雰囲気や季節に応じて変える、失来に至るまで、茶会席の影響を強く受けている。これは創始者の雪定一が茶道に造形が深かったことに理由があり、定一は後に自らの茶道具コレクションをもとに雪美術館を設立した。また、高級料亭としては珍しく、多店舗展開しており、東京町の銀座店や、 ホテル西洋銀座店、大阪の本町高来橋店、京都町嵐山店などは、製材界有力者や外国用人の接待で利用されることが多い。東京町、ホテル西洋銀座店は、小泉純一郎が首相在任中に、たびたび利用したことでも知られている。2013年、京都町は、人気ウェブサイト、デイリーミールによって、 世界で最も高価なレストラン、一人当たりの予算約600ドルに選ばれた。1991年創業者の定一が、息子や娘婿たちを乗れんわけの形で独立させ、長男が本町、長女の婿が東京町、次女の婿が京都町、三女の婿が船場町、四女の婿が神戸町を継承した。持ち株会社一社、料亭会社五社、 不動産管理会社5社の、計11社と一つの財団法人、雪美術館で、超グループが構成されている。なお、株式会社長は、かつては、料亭の営業を行っていたが、現在は、超ブランドの管理と、各料亭の本店等の不動産を管理する子会社5社に、全額出資する、持ち株会社となっている。超グループの料亭営業会社の一つであった船場、において、 不祥事が立て続きに発覚し、グループ他社から支援を得られず2008年5月に廃業。この事件は、町全体のブランドイメージを損ね、本町では前年度に比べ客が半減するなど、グループ各社は深刻な影響を受けた。この船場町による一連の不祥事を受け、2008年に、町グループ会社の役職員や、第三者の専門家からなる、 コンプライアンス委員会が設立された。しかし2013年、京都庁から自社オンラインショップやデパートのカタログギフトなどを通じて1年以上に渡り販売していたローストビーフ商品、京都町京都牛ロースト製造、タンバーワイン式会社、小売価格1万500円が実際は食品衛生法で認められていない決着剤で、 ブロック肉を成形したものであったことが発覚。ローストビーフは複数のブロック肉を使うと食中毒の菌が混入る恐れがあるため単一の肉の塊を使用しなければならないと定められている。京都庁は商品を自主回収し購入者に代金を返却することとなった。この不祥事に関して京都庁は二度とこのような事態を発生させることがないよう。 法令遵守の徹底に努めますとコメントした。2013年現在、超グループの両手営業会社は株式会社ボーン、超、株式会社神戸町、本社の所在は、大阪市、株式会社京都町・株式会社東京町の4社からなり、各会社が株式会社長から、超ブランド、ヤゴーを、一連のグループ不動産管理会社5社から、 店舗を借り受けて、料亭の営業を行っている。超グループ各社は定期的な会合を持っているが、営業会社はそれぞれ独自に経営を行っていると発表された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。